コットン効果は物質の吸収体金棒における線光分散と円二色性の一方あるいは両方の特徴的変化である。光が吸収される波長領域において線鉱度の絶対値は最初は波長に従って急激に変化し吸収極大でゼロをまたぎその後再び波長に従って急激に最初とは逆向きに変化する。この現象はフランスの物理学者 エメコットンによって1895年に発見された。コットン効果は波長が減少するにつれて線高度が初めに増加する場合、正のコットン効果と呼ばれ、線高度が最初に減少する場合は、負のコットン効果と呼ばれる。ベータシートやアルファヘリックスのようなタンパク構造は、それぞれ最大値199よび205ナノメートルで負のコットン効果を示す。 不規則構造は、性のコットン効果を示す。エルネスト・エル、エリエルサミュエル・エイチ・ウィラン、ステリオケ・マストリー・オブ・オーガニック・コントゥーンズ、ワイリー、ピアニッシモ、セン、ベリツ、グロッシュ、スキュー・アベル、レイブク・デア・レビン・スミタル・コミ、スプリンガー・バーラグ200、2001、ISBN3 から540410961、P58 コットン・ウールトン効果。ありがとうございます。